アペンゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のシュターデ軍に、属す、町村で、ザムトゲマインでアペンゼンを構成する、自治体の一つである。この町の南は、ベックドルフとザウエンジークが位置する。アペンゼンの北東は、ブックステフーデと境を接している。西はハルゼフェルトである。アペンゼンの町は、ザムトゲマインでアペンゼンの一員である。この町は、クビユである。 アペンゼン集落とグルントールデンドルフ集落からなる。アペンゼンの町議会は流語議席からなる。赤字。左から右に突き出した甲冑をつけた腕。金のグリップがついた剣をまっすぐに握っている。TSV アペンゼンにはバスケットボールから体操まで様々な競技種目がある。最大の種目はサッカーである。アペンゼンは修道 L127 号線を経由して、 東に向かうとブクステフーデで、連邦道 B73 号線に接続する。修道 l 1 3十号線は、南に向かうと、ベックドルフ、北に向かうとグルントールデンドルフを経由して、ノッテンスドルフに通じる。また、軍道49号線は、ルシュベーデル、軍道71号線はニンドルフへ向かう。町の中央部の交通量を軽減するための、 北バイパスは2008年に開通した。アペンゼン最大の企業の一つがアイスベア s ス社である。アペンゼンには町の行政庁舎であると同時にザムトゲマインでの行政府でもあるユンケルンホーフがある。アペンゼン協会組織はアペンゼンに本部を有している。アペンゼンの町の子供たちはアペンゼン基礎家庭学校に通う。 隣町のベックドルフの子供もアペンゼン基礎家庭学校のベックドルフの小さな文校に通っている。もっと大きな子供はアペンゼン学校センターの本家庭実家学校に通学する。ギムナジウムはブックステフーデに通う。ありがとうございます。